ほんまション聞いてるか？お前何やってんだ？本当に何やらかしてんだよお前な。ヨーロッパ移籍おめでとう。まあかねてから言ってたよね、スペインに憧れがあるみたいな話は聞いてたし、この度すごい異例だと思うんだよね、 J2 の、まあ、前になんか東京ヴェルディが一人言ってたけど、 J2 の、まあ、ほんと田舎のクラブアルビレックス新潟から直でヨーロッパ移籍、しかも行ってるクラブがさ、ベルギー、まあ王者だよね、クラブブルージュ、クラブブルヘ、すげえことだよな。まあ俺はさ、いわば敵サポーターなんだよね、制限金沢サポーターだからね俺はね。だけどこの選手を見られるんだって、まあ、ワクワクしながらスタジアム行く感覚になれる選手っていうのは、まあ今まで一番だったなってすげえ思う。ほんと J1、J2 通しても、あ、ほんましを見られるっつってスタジアム行って敵ながら、その選手は多分君だけだったんじゃないかなって俺はすげえ思ってる。な、本間翔、俺はなお前にリーグ戦デビュー戦でさよならゴールをぶち込まれたり、まあ、たくさん抜かれたりな、苦しませられた。制限はお前の格好のカモだったかもしれないだからな、大好きだったんだよ。まあにしてもさ、やっぱさ、地元の出身のアカデミー育ちで活躍して、まあ、アルビレックス新潟のクラブの知名度で、そう、集客のアップに本当大貢献して、で国内の他のクラブへのこの移籍ここ断り続ける、それによってまあ情報漏れ阻止、アルビの情報を国内の他のクラブに流すことなく、で一気に海外行って、しかも何億以上かっつうね、移籍金をクラブに残していってた。もう完璧な移籍じゃない？しかもチャンピオンズリーグ出るクラブ、まあ最初はさ、下部組織だったりとか他のクラブにレンタルみたいな話もあるけども、にしてもさ、夢でかすぎんだろなあ、まあ、この選手をなんかこう、生で見られたってことはさ、もしかしたら俺の一生の財産になるかもしれないなって思って、まあ心残りは1個あるとするならば、その今年5月初めて行った、まあ、ビッグスワンで君を見れなかったこと、まあそれちょっと唯一心残りかなと思うけど、まあでもワクワクしたよ本当にお前には。そしてアルビレックス新潟、お前らに言いたいことがある。頼むから制限とかボルティスとか山川から選手奪わないでください、本当お願いしますマジで。ボルティス特にさ、選手結構狙い目たくさんいると思うんだよ、杉森とか浜下とかな、まあマジで頼む、本当やめて、奪わないでください、頼みます、頼む、とんなよ